みなさん、こんにちは。マリナです。今回のーゴールは、好きなものが言える。好きなものが言える。You can say what you like. んが、好きです。 んが好きです。んが好きです。このがの前は、ナウン、名詞、名詞が入ります。I like something.It's going to be a noun.for example, 猫が好きです。猫、ね、が 好きです。猫が好きです。旅行が好きです。旅行が好きです。旅行が好きです。うんさあ、が。 すきですうん、さんが好きです。うん、さんが好きです。さん is for name. So this means like, I like someone. Person, someone. Someone, さん Marina, さん Tanaka, さん Like, Mr. タ Tan ナ Tanaka. ふんが大好きです。ふんが大好きです。ふんが大好きです。I like the noun very m u c h 大 t h i s kanji means like big, huge.So in this sentence, ゲームが大好きです。ゲームが大好きです。 日本のお祭りが大好きです。日本のお祭りが大好きです。日本のお祭りが大好きです。 先生が大好きです。うん、先生が大好きです、うん。先生が大好きです。ミク先生が大好きです。サキ先生が大好きです。先生 means a teacher、teacher、so。そ h e teacher's name 先生何が好きですか何が好きですか ?What do you like? ですかの時は、Question になることが多いですね。

何が好きですか？動物で何が好きですか動物で何が好きですか ?What animal do you like? 動物 means animals. a n I m a like s l i animals. 動物好きです。 はい。今日はこれで終わりです、えー。皆さん、動物で何が好きですか教えてください。Please tell me. また会いましょう。